Hello. 今日もジムに行ってまいります。でジムに行った後はダムダムのポップアップに行ってきます。ダムダムっていうのは私がすごく好きなブランドの一つで、スキンケアブランドなのかコスメブランド、でもお香とかもあるからライフスタイルブランドでもあるのだろうか。とにかくすごくおしゃれなブランドで、コンセプトもすごい素敵だし、あのブランドの世界観もすごい素敵だし、めちゃくちゃ丁寧にものづくりしていて、で製品ももちろん優秀で、ほんとまだ試したことないとか知らないとかっていう人はぜひチェックしてもらいたいブランドの一つなんですけど、ブランドだけの店舗がまだないので、こう空間でブランドの世界観を経験できるこう貴重な機会なので、すごい楽しみにしてました。いや、帰ってきました。トレーニングとダムダムのポップアップから帰ってまいりました。すごいなんかいろんな人に会えてすごい楽しかったです。これポップアップの会場で買ったトレーニングの時はここにお水入れてんだけど、ポップアップの会場でね、お茶屋さん茶屋さんがチャイを出していて、このチアバインスタのアカウント見たんだけど、めっちゃ素敵なお茶屋さんで、そのお茶屋さんのチャイがめっちゃ美味しい、なんか信じられないぐらい美味しくて衝撃でした。でね、結婚のお祝いにということでお茶の葉をいただきまして、これがねでもね一番ねおすすめのやつらしく、これ飲むのすごい楽しみ。おみやにねハンドクリームと、これあのお香、ダムダムのお香めっちゃいい香りするんですけど、これがシソじゃない、これがアンバーだ。シソもめっちゃいい匂いなんだけど、シソが一番売れてるんだって。もうアンバー、あすごい、でもすごいチャイの香りしかない今自分が鼻の中がチャイだからあんま分かんないけど、めっちゃいい匂いする。で今日この後やっとピコフラクショナルに行ける、メッドビューティーの、めっちゃ楽しみにしてた、あの結婚発表のビデオでやってたあのタイミングを完全に間違えたレーザーフェイシャル、ダウンタイムがしっかりあるレーザーフェイシャルを今日やりに行きます。でも本当に肌綺麗になったからなと、やりたいやりたいと思ってたけど、こうね、ちょっとスケジュール的に難しくて、こっから3日間はあのモデルの仕事とかこう、ね、出なきゃいけない仕事がないので、今日の夜からダウンタイムが始まります。あの真っ赤になった私がまた登場します。麻酔中でございます。麻酔してサランラップして、多分30分ぐらいかな、待ってからレーザーを当てます。はい、痛いですか？大丈夫です。忘れてましたこの痛み。フラクショナル終わりました。こんな感じ初日は。でも前回の方が全然真っ赤で、もっと本当にトマトみたいだった。しかも今回出力ちょっとだけ上げて、中の中でも弱めと強めがあって、それの強めにしたんですけど、なんか大丈夫そう、早そう今回ダウンタイム終わるの。いやー、今日はこれから病院とあとエンサークルのミーティングに行ってきまして、
フラクショナル今ねこんな感じ、この辺とかまだ赤い点点点みたいなのがいっぱい残ってるんだけど、前回に比べたら全然良いです。なんでこんなに違うんだろうか、不思議なぐらい前回より全然ダウンタイムが平気。なんか体調とかによるのかな。今日はね、病院に行くのはね、抜歯してきます。皮膚にできた、あれはなんて言ってたっけな、なんか全然思い出せなそうだから諦めて、なんかしこりみたいなのができて、最初白っぽかったんだけど色が変わって、なんかちょっと怪しい、でもほくろかもって思ってたけど、でもどう見ても怪しいので病院に行ったところ取った方がいいということで、サクッとしてきて取ってきました。縫ったのでそれの抜歯をこれからしてきます。フィットチェックだよ。ベストはさっきの、グレーからブラウンに変えて、これエンサークルのスクールベストと、あとどっかのロンティと、パンツもエンサークルのスウェットパンツで、早速ここなんか汚れがついてて、あれはリサイクルでスニーカーはジャックムスとナイキのコラボスニーカー と、 あとバッグはロエベのバッグです。ピコフラクショナルしてから多分4日目ぐらい、もう赤みもだいぶ引いて肌つるんとしてきました。今日焼け止めだけ塗ってるんだけど、すごいツヤ感がどんどん増して、やっぱり毛穴が本当に小さくなるので、毛穴気にしてる人とか、なんか肌の底上げみたいなのをしたい人とかは本当にピコフラクショナルおすすめです。で今日はこの後乳がんの検査に行ってきます。定期検診、マンモグラフィーとあのエコー両方、なんかそれぞれの検査にしか見えない、ものがあったりするので、私は両方受けてるんですけど、子宮がんの検査も毎年受けていて、で手術してから血液検査も、あの術後経過で結構頻繁に受けてたんですけど、ちょっと落ち着いてから年に1回とか2回ぐらい必ず受けています。なんか前はね、検査ってちょっと怖いなとか病院苦手だなみたいな意識があったんですけど、やっぱりね、一回手術してから検査の大切さみたいなのは本当に学んだので、すごく検査ね大事です。皆さんもぜひ検査してください。で今日もまたエンサークルのエンスウェットを着ております。でね、今日寒いからアウターもね、ダウンを着たいと思っている。エンサークルのフロスティを今日は着てきます。なんかダウンってあんまりもともと好きじゃなかったんだけど、気に入るダウンを作りたいということでファーストコレクションでフロスティを作ったのですが、やっぱりさ、ダウン着ちゃうともうダウンだね。ダウンがあったかくて軽いし楽だなっていうので、すごいスウェットとダウンばっかり着てる。今日はエンサークルのミーティングにこれから行ってきます。今年最後のミーティングです。今日はね、12じゃない、なんで 12?23SS のサンプルチェックと、あとは 23SS の展示会の会場だったりとか、あとは内装だったりとかのミーティングをしてまいります。まだ12月なのに、もう3月を予定してるんですけど、展示会はぜひ皆さん来てください。3月のことを話していて、でもう今日あたりから AW の話、秋冬の話とかが始まってくると思うんだけど、みんなに可愛いものが届けられるように頑張ります。で最近はね、さっき塗ってたんだけど、この日焼け止めがめっちゃ肌綺麗に見えるからすごいハマってて、これ色なくて白いんだけど、
顔が白っぽくならないし、あとこれね、日焼け止め美容液なの。だから全然乾燥してこなくて、しかも SPF34 PA プラスプラスもう一丁プラスで超いい。これすごいおすすめで、眉毛はあの前にも紹介したこのブローソフト、これ Amazon で、ソフトじゃないブローソープAmazon で売ってる。これがやっぱりね、眉毛が一番ギュンギュンに上がるので、最近はねもうずっとこれで、めっちゃすごいすごい使用感なんだけど、これが一番今はいいです。リップは今日もグッドリップスでございます。今日はトマトで、今日はね今10時前なんだけど、ミーティングがお昼1時ぐらいに終わると思うので、めっちゃ天気がいいから来年の手帳をね買いに行きたいと思ってます。毎年ね手帳を買うときに、あの1ヶ月でまるっと見れるやつがいいと思って、そういうタイプの手帳を買ってたんだけど、もうちょっと1ヶ月まるっと自分のスケジュールを管理するのが難しくなってきて、もう1週間ずつサバイブしていこうということで、1週間をこう見れるやつに変えたいなと思って、なんかやっぱりすごい気づいたら、あもう今日このミーティングだ、あもう今日この締め切りだっていうことがすごいので、そういうことが2023年はないように、ちゃんとこう、あこの日にこれがあるから今日はこのことをやらなきゃなとかっていうのをちゃんと管理できるようにしたいと思います。なんかすごいめっちゃ当たり前のことを言ってると思うんだけど、でもなんかめっちゃ当たり前のことがなかなかできなくて、なんかすごいいつも追われてるんだよな。なんでだろう、めっちゃ当たり前のことができてないからだよね。フィットチェックだよ。今日はエンサークルのダウンのフロスティと、エンサークルのニットと、あとドドさんのブランドのシシクイのパンツに、ビルケンのサンダルと、あとはシャネルのバッグです。ミディでしょ、ミディ、うん、ミモレタケってやつじゃない、これでもアンスミモレタケ、翌日です。ダウンゲットしてきました、来年の手帳。これねすごい良かった。結構いろいろ見たんだけど、これが一番自分のスケジューリングのスタイルと合ってる中身だったのでこれにしました。あと他にもね、緑とか赤とかあったと思うけど、私はこのベージュにしました。これねベジタブルインクでプリントしてて、しかもね FSC の紙なので環境にも優しいやつです。中開けるとこんな感じです。左側が1週間のやつで、右側がフリースペースで、私この時間割がどうしても縦になってるやつが多かったから、これが良くて、1ヶ月の一覧もありつつ、新月とね満月のね表記もあるので、それもいいなと思いました。で今10時半なんだけど、これから朝ごはんを作ろうかなと思っていて、なんかバナナがギリギリなので、ちょっとパンケーキ作ろうかな。こちらギリギリのバナナさん、こちら LA の友達がお土産で持ってきてくれたグルテンフリーのパンケーキミックスです。まあ、いっか。
メジャーカップサイズが違うから結構目分ああどう結構硬うん結構目分量でやった。美味しいといいな。うん、うんうんうん、おいしい、おいしい。このグルテンフリーミックス、うん、いいぞ。うんうんうん、想像以上に美味しかった。大満足。Thank you.